腹減ったな。ぼんやりしてるとそれ以上に眠気が来るぜ。無理もないわよ。私たちは夕べ寝てないんだから。きっちり24時間をここで籠城することになるだろう。無理をせず交代で仮眠する方が賢明かもしれんね。そうですね。私と主人がここにおりますので、辛い方は無理せずお休みになってください。相手はそれを期待してるかもしれないわよ。この人数では崩せなくても、いくらか減ったらその隙をついてくるつもりかも。ここには7人いるわ。2人ずつ交代で3時間くらい休むとか。明日の朝は遠いわよ。今はまだ体力があるからいいけど、今夜は辛そうね。せやな。眠いもんはおごるか。無理せんと休んでや。おらんかいな。まあみんな無理はせんでな。眠くなったらその時に考えるわ。確かに眠いけど、今はそういう気分じゃないの。例の碑文ですか？ええ。どうせ時間は腐るほどあるわ。退屈しのぎにはちょうどいいと思って。悪くない時間つぶしだ。兄弟で仲良く挑戦してみようじゃないか。借りてもいいかしら？もう少し大きく書き直すわ。夏日さん、もう少し大きな紙はないですか？使用人室に紙くらいあるでしょう。取ってきます。話には聞いとったが、こら難儀な謎やな。何を言っとるのかさっぱりや。私も一時頑張って挑戦したんだけれど、同じくさっぱりだったわ。分かってたらのこのこと金策には来ねえさ。何しろ10トンの黄金だからな。真面目に読むのは初めてなんだけど、大雑把に言って3部分に分かれてるのかしら。昨夜から思っているが、キリエさんはだいぶ頭が切れるようだ。ひょっとすると私らでは解けなかった謎をいとも簡単に解いてしまうかもしれんね。ああ、キリエは鋭いぜ。変な先入観を与えない方が面白い捉え方をできるかもしれないな。そうね、キリエさん、率直にこの碑文を読んだ感想を聞かせてくれないかしら。多分皆さんのお役には立てないと思うわ。みんな買いかぶりすぎよ。いやいや、思いつきや適当でいいんだ。お前の話を聞かせてくれ。俺が悩んだ時はいつだってお前のヒントが助けてくれたんだからな。あら、役に立ってたのね。今更だけど嬉しいわ。よせやい、いつも感謝してるぜ。仲がいいのね。羨ましいわ。ぜひ私たちにもヒントを授けてほしいわ。いいのよ、どうせ時間つぶしなんだから。リラックスして。きっと見当違いなことを言っちゃうと思うけど、じゃあ私の考えで進めてみるわね。うん、最初に言った大雑把に言って3部分に分かれるとはどういう意味かね。そのままの意味よ。碑文はだいたい3つのパーツに分けることができると思うの。まず最初のそこに黄金の鍵が眠るまでの5行、ここまでが鍵のありかを示した最初の部分。そして
第10の番までの11行が黄金鏡そのものの場所を示した部分、そして残りの6行は黄金鏡にたどり着いてからの部分ね。そうですね、鍵と黄金鏡、そして黄金鏡の宝の話の3つに区分けできますね。その程度なら我々だって把握しているさ。鍵と扉、そして宝を示す3つの区分だ。兄さん、余計な口を挟まないで、キリエさんに自由な発想で発言してもらうのよ。キリエ、続けてくれ。俺たちもそれについては同じ認識だ。それで最初に出てくる懐かしき故郷というのはどういう意味なのかしら。普通に考えたらお父様の故郷を指すのかしら。懐かしきとわざわざ断るところを見るととても思い入れのある故郷のように思えるわね。お父さんは小田原の出身だったかしら。生まれは確かに小田原だけど、お父様が懐かしむ故郷は多分小田原のことじゃないわ。それについては多分兄弟たちは全員同じ場所で認識してるわね。そうね、多分小田原じゃないわね。聞いた話ではとても楽しい少年時代だったそうよ。親父の人生で最大の不幸は多分後宮家の当主にさせられたことだろうよ。おそらくな。親父殿は後宮家の当主になど本当はなりたくなかったのだ。それはどこなのかしら。そしてそこに鮎の泳ぐ川は当時はあったんじゃないかしら。今はだいぶ開発が進んだでしょうから、鮎はいなくなってるかもしれない。お父様が少年時代の当時に鮎がいたと言われると非常に調べるのは困難ね。川も一本ではないだ。地理的な意味では我々もそれぞれにかなり調べたつもりだ。エヴァに至っては現地まで直接調べに行ったんじゃないかね。あくまでも旅行としてよ。でも街並みは当時と完全に変わってる。何しろ戦争を挟んでるのよ。お父様がどこに住んでいたのかさえ正確な場所の把握は不可能よ。多分お父様が自ら現地へ足を運んでも今となってはどこに住んでいたか特定できないでしょうね。あちらさんも随分目覚ましく復興したって話だから。鮎の川と言われてはっきりとした地名は出ないの？そりゃな、何しろ鮎だぜ。水がきれいな川に住むってんだから、それこそ心当たりの川は無数だったろうさ。親父が無邪気に鮎釣りをした小川もその後の開発で埋められたりもしただろう。戦前の地図もしくは戦前の現地に詳しい人でもいりゃ話は別だね。多分そういう話ではないわ。どういうことか。懐かしき故郷を貫く鮎の川、黄金鏡を目指す者よ、これを下りて鍵を探せ。ここまでの2行で一度開業してるのよね。この2行だけで何かの提示が成立するのよ。その何かに基づいて次の3行が続くんじゃないかしら。何かの提示って何やろな。わからないわ。とにかくその2行だけでどの川かわからないとか、そんなあやふやじゃなくて、はっきりとこの川という特定ができるのよ。ひょっとすると水の流れる川ではないかもしれないわね。鮎の川は何かの比喩かもしれない。鮎という言葉にはどんなイメージがあるのかしら。鮎は鮭みたいなもんや。淡水魚だが生まれてすぐは海に出るんや。そして大きくなると川に戻ってきて生活し、そこに産卵して生涯を終えるんや。まあ一度は家を出るが大きくなって戻ってきて卵を産むってなあたりは一族繁栄的なイメージがあるかもしれんな。へえ、淡水魚なのに海水でも生きられるのかよ。知らなかったぜ。川魚だから海には出られないと思ってたぜ。鮎は香りが良いことから香魚とも呼ばれるとか。私は食べたことがありませんが、塩焼きにするととても美味しいそうですよ。なんや、なずひさん、鮎の塩焼き食ったことあらへんのか。うまいで。今度ごちそうしたるわ。庶民の料理だ。君の口にはふさわしくない。これは
私の妄想なんだけど、実は私、アユの川のイメージから家系図を疑ったことがあるの。アユは一度海へ出るけど、また生まれた川に帰ってきて産卵するんでしょ。まるで私のことみたいだなって思って。そうね、今だから白状するけど、私もあなたとマリアちゃんのことを指してるんじゃないかって疑ったことがあるわ。なるほど。川を下ればやがて里ある。家系図を下ってくと見つかる里はマリアの名に含まれる里の字だけだ。でしょ。でもみんなも知っての通り、お父様はマリアのことを毛嫌いしてて、ほとんど言葉を交わしたこともない。それにお父様はかつてマリアに全然違う名前をつけるように言っていたの。それを私が勝手にマリアにした。お父様はそれをとても怒っていたわ。その経緯を考えると、財産や家督を引き継ごうという大切な碑文にマリアの名を引用するとはとても思えなくて。マリアちゃんに碑文を読ませたことは？あ、ええ、もちろんあるわ。でもさっぱりみたいだったわ。魔女の復活の儀式みたいな、相変わらずのオカルト話ばかりでさっぱりだったわ。親父殿とマリアの接点、確かに両者にオカルト趣味がある。全く交流はなかった。私もマリアのことを指しているとは思えない。懐かしきとわざわざ冒頭につけているのは私は気になるわ。さっきみんなが言っていたように、お父さんにとって後宮家の当主となることが不本意だったとしたなら、それを懐かしんだりするかしら。それは後宮本家を指す小田原ではないと思うの。私にはこの懐かしきという冒頭の一語がお父様にとってとても大切な思い出深い場所を示しているに違いないと信じているんだけれど。まあいいさ、当時の地図もさっぱりだから特定は困難だが、とにかく親父の少年時代の故郷にアユが泳げる川は何本かあったろうさ。水の流れる川ならね。それから続けてよ、キリエさん。川を下ればやがて里ありからの産業はちょっとよくわからないわ。これは多分アユの川の2行に連結してる。アユの川の正体がわかれば多分自然と意味がつながるものなのよ。それがわからない限りこの産業を先に解こうとしても無駄でしょうね。アユの川の正体がわからねえとお手上げか。しかも文字通り河川を指した保証もねえときた。アユってのは何なんだ。親父の好物か、それとも何か特別な意味があるのか。深読みしても仕方ねえのか。ミクロとマクロの二つの視点を持たないと視野が狭まるわね。深く考えすぎないで。魚が泳いでいる川、あるいは流れ、下るもの、登るもの、そのくらいの抽象的なイメージにしておいた方が発想が柔軟になっていいかもしれないわ。そしてアユの川の答えが続く産業を経て黄金鏡の鍵にたどり着く。こうして考えると三つの区分というのは間違いかしら。正確には四つの区分ね。アユの川を下り黄金鏡の鍵を見つけ、黄金鏡へ旅立つ、そして黄金鏡の宝。実に面白い。せっかくだ、続けて碑文の最も中心的な部分である黄金鏡にたどり着く第十の番までの見解を聞かせてくれんか。この碑文の中で最も象徴的でそして物騒な部分ね。生贄なんて単語が連発するからついついお父様のオカルト儀式と関係があるんじゃないかと思ってしまうけど、キリエさんならどう見るかしら。とても難しいわね。鍵を手にせし者はから始まるということは多分鍵を理解していないと話が進まない。お手上げではあるけれど一応挑戦してみるわね。アユの川が水の流れる川とは限らないように、その鍵もまた本当に鍵の形状をしたものなのか疑わしいわね。そうね、暗号とか
キーワードの可能性もあるわ。だってこの鍵は鍵穴に刺すものじゃない。第一の番に6人の生贄を選ぶためにあるんだもの。その意味においてはこの鍵は黄金鏡の扉を開くものじゃないと言い切れるわね。しかし物騒な鍵です。6人もの生贄を選ぶ鍵なんて。鍵はどうやって選ぶんや。ルーレットみたいにくるくる回すんかいな。この鍵がある特定の6人を指し示す。いいえ、ある特定の6つを指し示すというべきね。もしこれが文字通りに生贄を捧げろという意味でないならば、例えばアナグラムかもしれないわ。アナグラム？文字遊びのことかね。ええ、さっきローザさんが家系図の話でマリアちゃんの名前に里が含まれてという話をしていた時からずっと考えてるの。例えばルドルフさんは懐かしき故郷という単語からずっと地形的、座標的なものを想定しているようだけど、そうじゃないかもしれない。これはある種の謎々、あるいは文字遊びかもしれないって。ごめんなさい、文字遊びとは何ですか？うん、カモメカモメカチンカチンみたいなやつさ。カを抜いたらなーにみたいな。夏日さんは育ちがいいから知らねえだろ。カを抜くと、え、よしなさい。君にはふさわしくない品のない遊びだ。あ、夏日姉さん、こういうことです。マリアの謎々ブックにあったんですけどね、タヌキの手紙っていうのがあるんです。他の文字がいっぱい混じった暗号みたいな手紙があるんだけど、他の文字を抜くとそこに正しい文章が浮かび上がるみたいな、そんな遊びがあるんですよ。あ、なるほど。その抜くというのが案外殺すというのに転じるかもね。ええ、私もそれを思ったところなの。黄金鏡の鍵とはひょっとすると6文字の単語かもしれない。つまりタヌキの手紙のタが6文字あるっちゅうわけか。うん、これはややこしこっちゃな。文字遊びか、うん、日本では子供の遊びという印象が強いが、特に英語圏では知識人のこじゃれたユーモアでもあるらしい。親父殿が関心を示すことは十分に考えられるね。ただここで急にわからなくなるの。ここまでの流れは謎に満ちていながらも非常に順番的だった。鮎の川、それを下れ、そして鍵を見つけろと非常に順番的。そしてその結果6文字の鍵を手に入れたと仮定するんだけど、そうすると何から6文字を殺すのかわからなくなるの。そういやそうだな、6文字を何から引くんだ。その提示がないな。第2の番に残されし者はとあるということは、少なくともその何かは有限の文字数なのよ。そこから6文字を抜いて残った文字で話を進めろと読み解けるわ。なのに最初に提示があるべき何かがわからないの。やっぱり文字遊びという過程が間違っているのかしら。すまんすまん、珍しく普段使わん頭を回したもんですっかり空腹になってしもた。やはり朝食抜きは応えるわな。夏日、ここには何かないのかね。軽食の備え程度があったはずです。用意しますね。俺も腹ペコだ。上のガキどもも腹ペコだろうよ。しかし18人分も、そして3食もここに備蓄があるのかはちょいと疑問だね。
そうやな、明日まで長丁場や。一度屋敷に戻って厨房で缶詰の類でもあさった方がええかもしれんな。クラッカーとおつまみくらいしかありませんが、それでよければ準備できます。でもこの人数ではお昼の分も残らないかも。今はそれでいい。すまんが準備してくれんかね。文字遊びはあくまでも私の仮説。それが間違ってる可能性もあるわ。エヴァさん、あまり根詰めないで。ありがとう。私の勝手でやってるの放っておいてくれないかしら。姉さん、私たちも朝食の準備手伝った方がよくない？じゃああんたが手伝いなさいよ。私はこれを解くので忙しいの。ごめんなさい。じゃあ私手伝ってくるわね。まったく、なんであなたはそんななの？え、この碑文を解いた人間が後宮家の家督を譲られるのよ。あなたは関係ないと初めから諦めているようだけど、もしも解ければローザにだって家督を引き継げるチャンスがある。あの兄さんから全てを奪うチャンスなのよ。どうしてその千載一遇のチャンスをあなたは真剣になって挑めないの？それは。あんたも何か気づいたことがあるんなら言いなさいよ。私やキリエさんは真剣に推理してたのに、あんたは相槌ばかりだったじゃない。ほら、何か気づいた点はないの？ほら。これ不思議よね。不思議？何が？黄金鏡っていう単語よ。何度も出てくるわよね、黄金鏡って単語。それが何よ。黄金鏡を文字分解すると何かキーワードにでもなるの？そうじゃなくて、ほら、この第10の番だけおかしいでしょ。みんな黄金鏡なのに、なぜかここだけ黄金の里なの。わざわざのが一文字混じるのよね。どうしてここだけ言い方が違うのか漠然と気になってて。その別に意味なんてないわよね。お父様のことだもの。ちょっとした言葉のあやでたまたま言い方を変えただけかもしれないしね。つまらん。おや、何がつまらないのですか？つまらん、つまらん。はてさて、この子が何をぼやいているのかさっぱりですよ。おそらく、マダムがバトラ様に、いろいろと入れ知恵をしたのが不満なのでしょう。別に、そんなの不満ではないぞ。不甲斐ないバトラがようやくわらわに釣り合うレベルになったので、むしろ満足してるくらいだぞ。少しバトラ君と仲良くしすぎましたか。若い子同士に任せて老人は退散した方がいいのかしら。揃いも揃って、わらは笑い者にしようって。ロノエ、しばし姿を消せ。消えろ消えろ。そうでございますか。それではしばしのお暇をいただきます。この島に19人以上いないと言ったあの赤が
むしろあなたを追い詰めました。やっぱりな、ちょっと早いかなと思ったんだが、やっぱ早かったかな。彼をもっと瞑想させてからならともかく、全くにもって無駄な切り札でしたよ。むしろ彼を奮起させてしまいました。圧勝だったんで、ちょいと油断が過ぎたかな。ええ、油断が過ぎましたね。前回はバトラ君にとって難易度の高いゲームでしたが、どうやら今回はあなたにとって難易度の高いゲームになりそうですよ。割れた壺は決して元に戻ることはない。未練がましく欠片を拾うより他の手を考えた方が建設的というもの。しかし、しっかり知恵をつけたバトラにどう仕掛ければよいというのか。炉の上のクッキーよりあなたが困っている顔の方がお茶菓子にぴったりですよ。バトラもお師匠様も炉の上までもわらわお茶か扱いだ。わらわは決して甘くはないというのに。せめてヒントを。おや、何のヒントですか。バトラをキャフンと言わせて、わらわを認めたくなるようなうまい指し手をズバリ教えろとは言わないから、そのせめてヒントだけでも。ダメですよ。私は今バトラ君の味方をしていますから、あなたに利することは教えられません。硬いこと言わずにさ、弟子が困ってるというのに。師匠を超えたと散々豪語していた気がしますが。年寄りらしく老獪な知恵を一発授けてくれよ。頼むよ。バトラにばっかりずるいってよ。もう相変わらずのだだっこですね。でも確かにちょっとバトラ君にヒントを与えすぎたかもしれませんね。あなたのお給にはなったけど、フェアなゲームとしては少し肩入れをしすぎたかもしれない。そうであろう、そうであろう。頼むよ、お師匠様。せめて今後のヒントだけでも。ヒントだけですよ。意味は自分で考えるのですよ。自分で考えるからさ、頼むよ。バトラをケチョンケチョンにできるやつを頼むよ、お師匠様。ではヒントだけ。イソップ寓話の北風と太陽というお話を知っていますか。もちろん。旅人のマントを奪うために北風と太陽が勝負する話であろう。そうです。乱暴かつ性急な方法が常に最善の選択肢とは限らないということです。言われなくても分かっておる。わらわが勝ちを焦りすぎたことはすでに反省しておる。意味はよく考えることですよ。それからバトラ君も少々誤解があったようですが、あなたにも誤解があるようです。あなたはこのゲームの勝利条件を理解していますか。
バトラを屈服させることの他に何があるというの？ほら、その時点でもう間違っていますよ。わらわが何を間違えたというの？あなたの勝利はバトラ君を屈服させることではありませんよ。バトラ君にあなたという存在を認めてもらうことではありませんか。なんと、バトラにゴマをすって、わらわを魔女と認めてください、お願いしますと頼み込めというのか。愚かな、そこまでわらわは落ちぶれてはおらぬ。ヒントは出しました。あとはあなたがよく考えることですよ。いずれにせよ、バトラ君にこれまでの手は通用しません。相当の戦略転換が必要になるでしょう。言われずとも分かっておる。北風と太陽の話は、何が言いたいのかさっぱりだが、とにかく、方針を変えねばならぬことは分かった。お師匠様もあっと驚くような奇策を披露してみせるぞ。パッパッパッ。それは楽しみですね。バトラ君はそれにどう挑むのかしら。あなたの健闘も祈っていますよ。バトラのついでに。では。もう投げ出して降参？そんなに眠いなら、お布団かぶって眠っちゃえば？あんなにも、クラウスから当主の座を奪ってやりたいって夢見てきたんでしょ？そのチャンスを私の魔法が与えたのに、あなたはもう放り投げちゃうの？そうは言うけれど、この謎は本当に難解よ。知恵の輪の方がまだマシだわ。解けるってことが絶対に約束されているもの。でもこの碑文の謎は、それすらも約束されているかわからない。私は挑むだけ無駄な勝負を挑んでるのかもしれない。扉に書かれた文字を読む。懐かしき故郷は私たちの想像をきっと裏切らないわ。お父様が唯一懐かしむ過去は少年時代だけだもの。そうね。なら鮎の川は、それが泳ぐ川は複数あるし、お父様が住んでいた場所のすぐ近くにあったかは怪しい。鮎の生息するどの川が地図上距離的に近いかなんて話になると、急に曖昧になって特定ができなくなる。自分で言ったじゃない、水の流れる川かどうかわからないって。鮎という言葉がそんなにもややこしいなら忘れてしまえば。川で考えるの。川で。家系図という連想は悪くないわ。その要領で川から連想するものを他にも考えてみて。川じゃなくて？川じゃなかったら鮎は泳げないのに？ああ。でも、鮎が泳げるってことは、海まで繋がってるのかしら。川魚だけど、海に出るってうちの人も言ってたし。海まで、いえ、でも
づいた。でもうろ覚えなの。ここにはショコがあったはず。調べれば確認できるわ。それがアユの川なら、そして鍵は6文字の単語かもしれないなら、鍵が本当にその川に眠ってるというの。本当にわからないの？よく考えて。私たちは下手に頭がいいから発想が硬いのよ。気分の謎なんて大層に考えないで、子供の謎謎だと思って。男なんていくつになったって子供なの。お父様が老境に差し掛かったとしても、心の中の本質的な部分は子供と何も変わらない。お父様への畏怖を捨てるの。マリアが船の中で突然出してくるようなくだらなくて低俗な謎謎遊びだと思って。謎謎、くだらない、低俗な。私たちは多分もう答えに気づいてるわ。あとはそれが正しいか調べるだけ。さあエヴァ、誰にも気づかれないようにショコへ。あそこにはお父様の書斎から溢れ出した硬い本が山積みよ。きっと私たちの疑問に答えてくれる本が見つかるわ。急いで。これが生涯で最初で最後の私たちの夢の叶うチャンス。ごめんなさい、起こしてしまいましたね。エヴァ、眠いなら無理をしなくていいぞ。お前から休みなさい。ありがとう。ちょっとお化粧室に行って顔を洗ってくるわよ。無理をせんと休んだ方がいいで。また体に触るで。本当に大丈夫だったわ。すぐ戻るわ。兄弟たちは誰も気づいてないのかしら。クラウスとルドルフは気づかないと思うわ。でもキリエはわからない。あいつおかしな勘が鋭いわ。あとはローザもわからない。ローザも愚鈍よ。昔から呆れるくらいにね。そう？あなたに愚鈍と思い込ませて不必要な恨みを買わない程度には賢いと思った。これなら乗ってるかしら。これ、アユの皮。なるほど、アユの皮とはそういう意味なの。もたもたしないでさらに調べて。分かってる。川を下ればやがて里がある。里って町や村っていう人口密集地だもん。そんなのいくらでもあるわよ。どうして思考を停止するの？
勝者になるの。これがその最初で最後のチャンスなのよ。里って何？里ってどういう意味？川を下る里なんてあるの？その里にて二人の口にし岸を探り。岸？分かってる？じゃないわ。これが答えに間違いないって断言できるけど、これは全然六文字に満たない。あ、私空転士なら、それを六文字で読める方法を考えなさい。思いつかないなら調べなさい。きっと答えは。それを疑ってはダメ。それが信じられないなら、とっとと泣き寝入りでもして、へそでも帰って死んじゃえば。もう分かるよ。